今日、スタートの深津さんに来てもらいました。今日の試合の意気込みお願いします。まあちょっと今日開幕戦なんで自分が点決めて勝ちたいと思います。よし、今日の注目してほしい自分のプレー一つお願いします。ドリブルが得意なんで、まあ、そこを見ていただけたらいいかなと思います。ゴールお願いします。今日も今からアップ始めていきます。アップから集中して立ち上がり入りできるように全員で声かけてやっていきましょう。今日前間お願いします。はい、リーグ開幕に向けていい準備してきたと思うんで、今日しっかり勝って、無敗優勝できるようにチーム一丸となって全員でやっていきましょう。いくぞ。おお、入った。カギメ行くぞ。おしくん行きましょう。さあ、マジャくん行きましょう。ライスだけ。復活くん行こう。復活くん行こう。復活くん行こう。はい、サンキュー。無敗で優勝することを目指しているので、まずこの初戦、しっかり入るから、締めてチーム全体勝てるようにやっていきましょう。しこ！無敗優勝するために絶対この初戦大事だと思うんで、全員で元気出して走って戦って、今日絶対勝って笑ってやりましょう。いいっすか。いくよー。ゴールを掴んでいくか。しっかり全員で、最後笑って終われるように全員でやっていきましょう。よし、行こう。まあ当たり前ってことで、はい、リーグ戦チーム初ゴール得点を目指して頑張ります。ここから今シーズン何点？15点いきたいです。15点、はい、15点いけます。どうした、15点いける？
俺おったら良いですらしいです今日お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は難しい試合になったんですけど、2年生コンビが決めてくれたことで、勝利することができました。1点目の小田さん、はい、どうぞ。ちょっと愛知選手権怪我でチームに迷惑かけてたんで、はい、ここ途中から入って自分が絶対決めてやろうっていう気持ちで入ったら、やっぱり履正社の先輩の前田君から素晴らしいパスが来たんで、しっかり決めることができました。そして追加点の井上さん、どうぞ。愛知選手権は、3年生の和真君にポジションを奪われて、自分も得点がなくてアピールできてなかったんですけど、まあ、今日は健一君がもう完璧なパス出してくれて、ゴール見ずにもう打てば入るようなパスだったんで、本当にありがたいゴールでした。助かりました。次節も絶対勝つので応援よろしくお願いします。また行くぜ。サンキュー、サンキュー、次おい、もう一回くナイス、次やるぞ、次キルガール、ナイス、大成功。こんにちは、こんにちは、こんにちは、深田さん。今日の試合の意気込みお願いします。前回ギリギリの時間に決めて一応勝ってたんで、今日は前半から1点決めて圧勝して勝てるように頑張ります。あと5分後、行くよ、頑張ります、お願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バースデーボーイ、はい、ゴール待ってます。今日はバースデーゴール行きます。おいっす、お願いします。こんにちは、こんにちは。1年生ながらスタメンということで、今日の試合の意気込みお願いします。緊張してるんですけど、まあ、精一杯プレーして勝利に貢献できるように思います。頑張ってください、お願いします。まず球際に強く持って入りから全力できるようにやっていきましょう。よし、ゴー。こちら先週も勝って、今日もゼロで全員でこなして熱量を持って勝って、来週の天皇杯予選つなげましょう。いいっすか。よっしゃ、いくぞ、東洋戦に行くぞ。熱量持っていこう。シコ！行こう。
ナイス。お疲れ様です。ナスチューブです。ナイス勝利。今日2ゴール決めた三本選手、はい、感想をお願いします。今日は、前半の最初にゴール決めて、その後も追加点決めることで良かったです。いやなんとも言えません。今日絶好調だったナスリント選手、いやその今日のトップチームデビュー戦振り返ってみてどうですか？やっぱり1年生なんでギラギラして建築みたいなギラギラした姿勢を見せてまたやっていきたいと思います。ということで来週は刈谷との天皇杯につながる大事な一戦になるんですけど、僕たちみんな団結して絶対勝ちたいと思います。ではお疲れ様でした。全校大ゴール全校大ゴール全校大ゴール。これからあの全カテゴリー応援していくつもりで、まあ、出張応援開催して、より中京大学一体感生まれるように、取り組んでいきます。なんでしっかりみんな、それぞれのカテゴリー応援し合える関係になっていきましょう。お願いします。マイカム君が脳震盪でいなかったり、ドリ君とか大勢君がいなかったりしていつもとちょっと違う中で、相手がどこだろうと自分たちがやること熱量を持ってやることだったり戦うこと変わんないと思うんで、まずはしっかりアップから声出して勝てるようにやっていきましょう。ザッ、もう今日も無失点で全員でファイトして絶対に勝ちましょう。いいっすか？そして前に突き進みましょう。いいっすか？勝つよ。ゴーヤースタンディング。
からな、もう一個か、もう一個、90分、あ、45分後絶対笑って終われるように全員やっていきましょう。しこ楽しめよ、楽しめ、真ん中まで行くよ、スプリントまでよ、スプリントまで一回消えていいよ、スイッチ入れて、もう一回スイッチ入れてよ、もう一回出場、初得点のジャム君、今日得点のシーンについてちょっとお願いします。いやー、なかなか怪我で手術もして苦しい中で、まあ我慢して我慢してまず1点取れたので本当に良かったです。続いて、なかなか結果が出ずに少し悩んでいたオリゲン君、気持ちの入ったあの得点シーンをお願いします。まあ吉井さんが練習からまあ、フレっていう風にずっと自分に指導してくれたので、それを信じて、まあ、それがよぎりましたね。フレが振ったら入りました。なるほど、嬉しかったです。あ、みなと初出場だよね。そうです。どうですか、どうですか、今日は初出場。いやすごい緊張する中でっていうので、うん、まあ、応援があったっていうのもあって、ちょっと自分も思った以上の力が出せて、うん、まあ、目に見える結果は出せなかったんですけど、チャンスを作れたっていうので、まあ、今後結果にこだわりつつスタートから出れるように頑張っていきたいです。はい、よいしょ。施設も応援よろしくお願いします。お願いします。